はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライタームームーです。私は今3月16日にオープンいたします天王寺ミオ食のゾーンミオエキッチンに来ております。早速いろんなお店が入っておりますので行ってみたいと思います。はい、こちらミオエキッチンでは約100席のイートインスペースがあります。食べることもできるんですね。和ジェラート、いろんな種類のジェラートが置いてありますけれども、なんかあすごいですね。ほうじ茶とかありますね。先ほどね販売もされておりましたが、ここで買って食べることもできます。お豆腐ドーナツですね。あ、いろんな味があります。信州産の豆腐を使った豆腐ドーナツもあります。ちょうどこちらとこちらにありますのが、ちょうどスティック状のお稲荷でして、あの甘めに炊いたお稲荷と中の酢飯がよくマッチングして、はい、そして神宮うどんというものがあるそうなんですけれども、こちらですね、はい、巾着状のおうどんの中から、破きますとおうどんが出てきます。すごいですね。大きなお揚げの中にうどんが入っている。こちらの4種類のベースティーの中からお客様に好きなミルクティーを選んでもらいますね。こちら一番人気は紅茶をベースとしたブラックミルクティーが一番人気です。では早速飲んでみたいと思います。すごく紅茶の濃厚な香りが口の中いっぱい広がります。甘さも程よい感じですね。これが甘さが普通なんですけど、本当にちょうどいい甘さです。タピオカのもちもち感もね、本当に楽しめます。美味しいです。台湾ティーゴンチャ、いただきました。天王寺ミオの限定で、こちらのいちごのスムージーボンボンと、あとフルーツバーガーに使われているいちごはすべてあまおうになっております。こちら、天王寺ミオ限定のメニューなんですね。ということはこちらでしか食べれないってことですか？そうですね、アローツリーの中でも天王寺ミオ店限定の商品ですので、こちらだけ。フルーツバーガーミックス食べてみたいと思います。いただきます。すごいですね。いただきます。フルーツがフルーツの果汁がいっぱい広がります。すごい。ハヤシライス、もう何か食べられましたか？あ、うちさっき、パフェをいただいて、はい、黒ごまの白玉パフェいただきました。黒ごまの白玉パフェどうでした？すごいおいしいおいした。下の方にその寒天が入ってて、すごいもう上から下まで和風な感じで。あー、そうなんです、ね、この香りがねすごくいいんですよ。抹茶の飲んでみたいと思います。うん、抹茶の少しほろ苦さが口の中に広がって、まるで茶畑にタイムスリップしたかのようです。美味しいです。このミオエキッチン、今後どういう形でお客様に、まあ、伝わったらいいなとか、そういうのありますか？そうですね、本当に先ほども言ったように、男性でも女性でも、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで幅広い方にご利用いただけるゾーンになっておりますので、まずは天王寺駅に来たらミオエキッチンに立ち寄っていただいて、お土産買ってもよし、その場でおやつを食べていただいてもよし、ご飯食べてもよし、お酒飲んでもよしという、それぞれの使い方をぜひ皆さんにどんどん発見していただきたいと思っております。はい、ありがとうございました。